ってる? ひとりまだか? あ、 Kuroko? います やっぱり! はい、 最初から いや、 今回は嘘だろ! 走ってギリギリセーフだな! 黙秘! ついでに監督がいね つーか女がそうかも 何女! なんで聞こえてんだよ! つーわけで うちも大型新人に暴れてもらおう じゃあ、行くぞ! なんなんだよ、マジ朝から いや、久しぶりの試合だからな どうしても顔が緩んじまうよ大丈夫か、おい よし 嬉しいのはわかるけど 勝つために戻ってきたんだろ 頼むぜ、ゴールした ああ、分かってる やっぱ心配だ、ちょっと 朝鮮青林高校対城西高校の試合を始めます レイ! よろしくお願いします! どうした、成美? ひどいっす、キャプテン なんすか? あ? 女、相手の監督 女って言ったのに もっとこうボインツか テンション上がんねっつか やけせろじゃ! 俺の時に返せ! ぶちからかしこまりました。鏡、顔怖いぞ。もっと楽に行こうぜ。いってって、叩きすぎだよ。めり込んだらどうすんだ。ですよ。え?何言ってんだ、鏡。人はそうそうめり込まない。知ってるよ、もういいわ。 フラストレーション溜めてくれやがって! ゴールぶっ壊すくらい叩き込んでやる! いけー! おい、マジかよ! どこへ! くらえ! わかすぎー! ありえねえ! ゴールに頭突きとか人間技じゃねえだろうが! すげーぞ、セイリー! ラストは完全に別格だ! 変わるか? いえ、大丈夫です。 何? ダメだ、この場が聞こえてねえ。 ま、血の気の多さはいいことなんだけどな。 多すぎだっつの。 てめえ! いい加減にしてください。 んだと、Kuroko! かがみくんがディフェンダーを引きつけているから、先輩たちが攻めやすくなっているんです。すねるところじゃないでしょう。あと、あそこ見えますか?どうも。今日の試合内容は、青峰くんにも伝わるはずです。というわけで、頭が冷えたら、宣戦布告をお願いします。冷えた頭でするこっちゃねえだろ。けど任せな。叩きつけてやる。 いい、コンビじゃないか。やべきた。内科じゃないか。こういう時、Kuroko の性格は助かる。けどな。よし、やってみる。どけよ、バカ野郎。王のことはいらなかったんじゃねえの。そうかもしれません。くそっこら!ただ続けてるだけだ。何人いようがそれじゃ無理だぜ! 隙のないディフェンスじゃ、俺は止めらんねえよ! せっけー! もう決定になってんじゃねえ! なるみ! ほっとしたぜ、お前みたいな奴がいてくれてよ! けど悪いな! 勝つのは! レインアップ! 高校生が止めるわけ! 決めろ! かがみ! ゴー!
う。今日はよくひっくり返りますね、鏡くん。うるせえ。やったー。やった